あるか昔、最高神たるオーディンは全ての世界を一つにした。彼は敵を倒し、第一ひし形世界に追放した後、その牢獄を世界中に結びつけていた大枝を裂き、それを漂うように任せて、流罪の場所とした何百もの間、この世界は落ち着かぬ眠りをむさぼっていた。むさぼる読めない人いるやろ。しかし死んではいなかった。氷河期の時代すぎて、はずかとはずかとはずか。敵が再び力を蓄えたと聞いたオーディンは、ミズガルズに向けてワルキューレと死んだ者を再び殺したバルヘイムで。いえ。足どうなってんのあれ。関節が 1,2 あの曲がってやん。これ人間やん。これ変わるやつやん。これカラスかと思ったら変わるんだけど、もしかして変えれる。あ、視点変えれた。おお、あるある。今自分がどういう風になってるか分からんやつ。ヘリコプター乗ったらなるんだよ。今自分曲がってんの曲がったやのみたいな。もう空だからさ、周りの対象物ないから、今自分が曲がってるか曲がったやか分かんないんだよ。説明難しいかもしれんの。ちょっと重いなこれ。これ雨で重いんだけど大丈夫か。うわー、生まれた。知らせがある。動きね、動いた。お前か。なんなんと。フギン。第10世界へようこそ、戦士よ。私はフギン。フギン。あなたの旅の案内をするために送り込まれた。周りの巨石は犠牲の石だ。これは、この見捨てられし者を表している。バルハラに登るために殺さなきゃならないだ。ボスってことか、こいつらを。なるほど。やだ。何これ。いけ、戦士よ。ちっちゃ。これらの魔石の石、魔法の石は見捨てられし者の儀式の場所を示す目印として、オーディンが各地にばらまいたものだ。よく見ると、これは、エクシュルを召喚する場所を表していることがわかる。あなたの最初の獲物だ。彼は強い獣だ。倒そうと思うなら、まず正しく武装する必要があるのだ。入れそう。ちょっとやってみてよ。ちょっと待ってね、みんな。ちょっとフェラさん入れるか、ちょっと見てみるわ。俺、滴ってるよ。フェラがプレイしてます、バルヘム。開いた。アクティビティが。招待できるのかな。ロビーに招待。めっちゃ楽しみな。あのね、フォレスト買うか迷ったんだよ。フォレストか、これ。ちょっとフォレスト、なんか黒い、怖いっていう感じだからやめて、とラフト迷ったんだよね。で、うんこちゃんは確かラフトやってたんだよね。あ、濡れてるって。あ、濡れてんだ。あ、そうだ。1,2,3,4,5,6,7,8。入れそう。ちょっと俺グラフィック落とすわ、みんな。なんか意外と重い気がする。あなたはすっきり乾いた、植物のクオリティを中にして、パーティクルライトを中にして、描画クオリティを中にして、影のクオリティをゼロにするわ、みんな、ポイントライトわからない、非常に高い40。ちょっとあの 軽さをね、軽さを追求しようぜ。あ、見やすくなった。いいじゃん、全然いけるよ、このグラフィック。どこんねやろ。1。思ったよりやれそう。あ、いや、これやれるやつだな、これ。普通に。やめて、みんなこれ。ケツ見て、みんなケツ。重っ。やめて。これガードなんだ。ちょっと重いな。植物のクオリティ低にするわ、低。ポイントライトって何だろう。あ、よりしょぼくなった、周りが。
っと重いなやっぱね。うん？カラスに、カラス？雨降ってる？今フェラさん多分あの最初の鳥に釣られるやつだ。ここで待っとこうか。あ、来た来た、すげえ。やべえ、すげえ。え、そのまま来るんだ。来た、すごい、ごっつ。女性と元気、元気すぎんだろ。やば、スキル成長したジャンプ。え、ずっとジャンプしてたら、なにこれ、なにこれ、今俺変になった。ずっとジャンプしてたらさ、あ、なくなった。ごっついんだけど、どうしたらいいかわかんない俺。どうしようか。なんで構えとん。え、どうやって構えの。それガードか。よっしゃ、行こうか。ちょ、1押してみて、1あるんか。オッケーオッケーオッケー。あ、そうそうやね、それね、クエスト受け取ってもらって。あ、やべえ、これみんな、これ面白いやつだ、いけるやつだ。あー、強そうだね。あとで乾くから、これで乾かせないかな。マウス、マウスに、マウス2点やろ。あ、これで回避か。右クリックとスペースで回避か。どうしよう、何していいか全然わかんないよ。よし、ちょっと待って、この石が示しているから、この方角に行けばいいんかな。フェリアさん場所わかんないんだよこれ、はぐれたら。斧とか作りたいんやん、どうしたらいいんやん。あ、取れる取れる取れる。気持ち悪い。え、あ、逃げた逃げた、頑張って頑張って、取ろう取ろう取ろう。え、いや、入った入った、私アイテム、ボロボロ布。あえてインベントリーも開けないな。ジャンプクラフトわかんない、どうやってやるんやろ。石は殴れる。あ、いける。あ、ゼロだ、無理だ。リンゴ取ろう、リンゴ。ラズベリー拾う。なんかあった。あ、なんか俺殴る、気をつけて。わかんない、グレーリング。敵敵敵。あ、結構こっち。松明出して、松明。松明出して、こいつ殴って。倒した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 。倒した。新しいレシピやって、どうやって作るかわかんないんだけど。え、どうやって作るんやろ。でも何もわからない2人が来ただけ、この世界に。ラズベリー、どうやって食べるんやろうね。どうしよう。え、操作設定とかないんかな。あ、カラスゴール、カラスゴール。軽食を見つけたな。それを食べて体力とスタミナを増やすのだ。それほど時間が経たないうちにまた空腹になるだろう。常に少なくとも 2,3 個さまざまな食料を手元に持っておくことだ。どうやって食べるんだろうね。あ、視点切り替え結構あるんだね。こんぐらいにしようか。 X で座る、 X で座る。いや、一緒に座らんでもええやろ。あ、わかんないね。あ、他のマップ開いて M を押して、で他のプレイヤー表示を押したら多分出るかもしれない。俺が出ないか。え、インベントリーとか全部開けないなこれ。え、F、F2、F1、F3、F4、F5、F6。いや、一切出ないな。
設定、あ、設定見たらいいや。待ってね、インベントリーはタブだって。タブ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 、皆さんタブタブ、インベントリーだ。作成、コンボ作成、コンボ作成じゃ。で、松明作るのに木いるから、木ある、木落とせそう。コンボ、コンボ捨てた瞬間フェリアさんが取ったんだけど、見てコンボ持ってるよ、コンボ捨てたのに。どうやって食べるんだろう。あ、右クリックか。ゴリラやん。木の枝欲しいな、木の枝。木の枝をくれ。非常に痩せてき。やべえ、これカメラのさ、この振動なくせないかな。多分できると思う。みんなこれどうやって拾うんだ。いいか。あ、松明作っちゃった。木ある、木ちょうだい全部。あざす。でかっ、いきなり。石拾えないんだけど。拾えた。あ、石の斧とハンマー作れるよ、石拾ったら。ちょっと石落とすから拾ってね。はい、レシピ増えた。 OK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 。 あ、こうカラス掘る。カラスを見つけて次に行けばいいんだ。この下のスタミナかと思ったんだけど、これってもしかしてこの草むらの HP なわけないか。あ、枝拾えるやん。ほとんどのものは作らなければ手に入らない。しかしあなたは水ガールズから、旅立ったばかり、物の本当の形を思い出さなければならない。何が手に出ればすぐ、あ、いろんなものを取って、うん、それを、解放していくってことか。よし、俺もコンボを作るわ。装備、どうしよう。二人ずっとこれ採取。上通ったらそのまま拾いたいな。これ石とか拾ってね。これ石、あ、石をパーンって出してから拾うんかな。もう一回、なんか一回じゃ拾えないんだよね。ほら、あ、取った。取ったら拾えるんかな。ほら、パーンって、まずほら石がパーンって出るんよ。取って拾うんか、まあ、どんどん行こうか。あ、拾えない。でもあれ、拾えなくなった。俺拾えた。よっしゃ、ナイス。一瞬放送止まったな今。みんなお帰りなさい。ちょっと待ってね。ハンマーは何ができるんだ。要塞を建てることができる、ハンマーは。さまよう。斧はどうやって作るんだ。まあこれマップ開くのもありはだ。全然2人でこうやって歩いて。飯あそこに入れたら勝手に消費してくれるんかな。キノコ、キノコ、キノコあるよ。取って、なんか開ける。よし、キノコ。
だ。あ、ベリー、ベリー取って。うわ、タンポポ、新しい素材、染色に使うんかな。ブナは無理だね。え、ダブルジャンプできるのこれ。なんか今チョーンってなってたもんね。なんか食らってない？大丈夫か。なんかめっちゃ HP 減ってない？なんか集中してるっぽ。あ、でも HP 徐々に回復してるよ。俺も毒キノコかなと思ったけど。石の斧、石の斧を何、使えるの。木を切るためのもの作ったんそれ。 OK、 よし切るぞ。じゃあ2人で、うっしょ。え、そっちダメージでかくない？いけた。で落ちたら、え、どうするんこれ。さらに生きろ、大変やね。おお、え、さらに生きろんじゃ。食らった。うわ、やばい、あ、やばいやばいやば。これ考えなあかんのこれ、こういうの。これ切ろ。え、めっちゃ大変じゃないこれ。おお、すごい、やった。よし、もう一本やろう。拾っていいよ、全部。ハンマー、ハンマーも石いるんだよ。俺そんな石ないんだ。ハンマーで石砕ける。あれ、切り株もいける。ハンマーは修理用か。伐採スキルが上がったって。手伝ってや、手伝ってや。よし、OK、ナイス。え、どうする。え、こうしたら俺たちは奥行ってみるか。なんかツタみたいなのがあったら弓作れるやろ。そうしたら、俺おらんよ。俺いない。武器おるらしい、そこに。作業台を作れと。え、まあ、どうせ2人でやるから作ってくれたらいいや。作業台どうやって作るんだよ。この大地いいじゃん、ここ。いえ、ここら辺で。こんなに進んないか。ちょっと川の近くにしようよ、川の近く。わかんない、川どこにあるんやろな。石ころいっぱいだ。ワールドセーブイン、え、イン30秒って何。ワールドセーブ、祠じゃないけど祠みたいなのあるね。これを仮住まいでもいいよ。
骨があるよ、骨。夜。あ、固まった。なんかおる、なんかおる。あの、ゴブリンみたいなやつだ。グレイリング。骨取るね。強い。うい、ナイス。樹脂取ってよ。待てよ、これなんだ。ボル布チュニック。あ、服か。メッセージログ。なるほど。さまよう。皮欲しいな、皮。なんか炎燃えてるね、あそこね。二人ならいけるでしょ。ブナ燃えてるよね。怖すぎ、これ。ダッシュしやがった。あれ、時たまジャンプすごい距離飛ぶときあるんだよ。え、夕日や、ただのめっちゃ燃えてるように見えたのに、これ川というよりも海だね。え、戻ろうか。怖い怖い怖い。戻る。なんかおる。怖っ。プギンだ。怖い、いきなり。夜に気温が下がったり体が濡れたりすると寒さに苦しむことになる。するとスタミナの回復が遅くなる。そのような時は屋根のある場所で火のそばにいるのが一番だ。だって。それ取れるんや、あのでかいやつ。うわ、なんかうーって聞こえたよ俺今。次、黒い森に迷い込んだ。ここは不用心にわしを踏み入れると非常に危険な目に遭う。エイクシュールを倒し自分の力を証明せよ。エイクシュールがこの中におるのかな。黒い森だって。めっちゃ俺を押された。装備整える。石の斧くらいしかないもんね。行こう。おう、プギンの話しんざい。黒い森、これ全部倒したら終わりなんかな。ね。お、家だ家。開けて。あ、でもめっちゃハリボテだったんだけど。いや、めっちゃハリボテやん、これ。これ仮住まいじゃろ。ここで、盾持ってる？怖い怖い怖い。やっちまえ。あれ？死んだ死んでる。え？リンゴになった。スタート地で戻ったん？一人や俺。じゃあこれなんなん？これ。ここに眠るフェリア、開ける。え、全部取る。アイテム全部取った、フェリアさんの。めっちゃいろんなもん作れるようになった。どんだけ物取ってたんだ。あ、崩れた。ちょっと俺戻るね。怖い。犠牲となったわ。俺が見つけられなかった作業台がフェラさんが持ってて、全部俺がもらったわ。あ、なに？この道具があれば、広大な広間を、そびえる要塞を作ることができるのだ。まず作業台を作るのだ。あ、今出たんか、これ。ちょっと行くわ。ここは危ないからやめよう。うわっ！
やべ、一人になった途端怖くなってきた。寒気してきたもん、俺だって。今。行くわ。これずっと走っときゃレベル上がるよな、これな。今何してるかって、ジャンプ。あ、何これ。足元に草が生え、空が青いところは常に老を切った家となる。どういう意味がわからん。老を切った家？え、この黒い森ってこんなに深いの？これ。ここ。え、マップ見かけによらないね。なんか すごく近い感じするやん、フェラーさんとのところが。宝鐘落下ダメージあるかな？フェラさん、てんてんてん。表しかない家だったんで、ハリボテや。ワンピースでフランキの家やっけ？違うな。なんかあった気がする。正面だけみたいな。あれ、これ空の色変わった。夜だからか。あ、骸骨だ。戦いたくない。やめようか。結構、ついてきてくれるかな。結構来るね、骸骨。おお。あ、結構遠いね。豚。イノシシか。やばいやばいやばい。怖い怖い怖い。やりました。アイテムあげるわ。よし、ちょっと置くね。どれがフェラさんのわからんけど。おい。入った？これハンマーは多分フェリアさんだ。服？これが裸じゃ今。めっちゃ体から煙出てない？何しよん？あ、服を着たん。樹脂もあげるわ。この頭蓋骨無表情な笑顔は使用したけど、この頭骨あげ、頭骨じゃない、頭蓋骨がある。あげ、あとは何？ハンマー。ハンマーあげた、ハンマーあげた。あ、ハンマー、石の斧かな？斧。松明あげる。はい。ベリーいる、ベリー。ベリー分割分からんから17個あげるわ。どうやって分割するんだろう。分かんねえな。いいか。これで。よし。蒸気が異常やね。どうしよう。みんな、何？フェラさんが死んだんで、さっき。もう俺たちの力分かったんです、僕たちは。まあ、探索して手に入れるしかないか。斧を。要塞建てよ、要塞。作業台作ってや。作業台どうやって作るの？え？作り方書いてないもんね。自分で探すんか。この道具があれば広大な広間そびえる。まず作業台作るんだ。これによって他のも作る。でハンマー持ってるよ。ハンマー。ハンマーどうやって使うんだろう。あ、できた。修理だ。ほんまだ。修理。ハンマーは修理やもん。あ、建設メニューとかあるじゃん。ほら、ハンマー持ったら。てか、フェラさん焚き火持ってなかった？関係ないか。なんか焚き火作れるみたいなのあった気がする。ないな。これはスキルか。PVP ダメージ有効。トロフィー、関係ない。建設メニュー。できた！右クリック、ハンマー持った状態で右クリックだ。じゃあ、拠点探そうか、じゃあ。はい、探そう。どこ行く？お任せ？お任せ？じゃあ、黒い森のど真ん中で。やめよっか。
どうしよう、どこにしようか拠点。固まった、大丈夫か。じゃあ下行こう、ついていくわ。ベリー取る、ベリー、よし。どれ、イノシシ、イノシシ、うん、2日目やん。強っ、え、強ない、11ダメージや。惜しかった。よっしゃ、豚制した、豚、肉肉肉じゃ、肉じゃ、皮じゃ、うん。あれ、フレさんの11ダメージ強えな、なんでやろ、クリティカル。これ2人やから怖くないわ、全然。で、ナイス、楽勝。キノコ、キノコ、あれ朝焼けかな、光ってない。行ってみたら太陽が出てきただけみたいな。これ他のマップもあるからな、この広大なマップで終わるんかな、このストーリーが。千何歩だからね、最大8人か10人やっけ、忘れたけど、そんぐらいの人数でできるらしいよ、みんな。俺食らってない、気のせいか。あれ消えた、はぐれた。あ、表示するからいいや、これ全然、結構遠いし、ついてくるんじゃないの俺に。あ、俺がついていくって言ったわ、そういえば。俺がついていくわ、俺がついていきます。怖いわ、はぐれたら。たくましすぎんだろ、モンハンに出てくる女の子みたいだわ。あ、いいね、見晴らしいね、ここいいね、いいね、よくない、ここ拠点見晴らしよくて、石もあって、霧が濃いね。確かにこれから収まるやろ。放送止まった、戻った、おかえりみんな。タンポポ染色に使うんかな、松明なくなるな。あ、収めたらいいか、これもう消えるから。うん、朝やし。ジャンプにもレベルあるってなかなかやな。だいぶ途切れ途切れになってきた俺の放送が。俺も石拾う。これさっきの骨のところ？違うな。そっか、今地図新しいとこやもんな。モンスター湧くんだろうね。なんもない、ここ。そうしたらここに拠点、ここ拠点立てると微妙やね。石碑、じゃあ俺見よう。え、読めた？何これ。いや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 、やめようか、わかんない。何これ、幻想的。あ、あ、びっくりした、新しいところ。ごきげんよう。見捨てられし者の一つを召喚する場所を見つけた。祭壇に正しい供物を捧げると呼び出すことができる。ただし気をつけろ、見捨てられし者は
たやすく枯れる相手ではない。戦いに臨む前に強い武器を作り、最上の防具を AR も食べておくのだ。捧げてこいつを倒すってことか。彼の親族を枯れ。なるほど。違うか、火出ちゃった。何じゃん、どうせ考えないんでしょ、何も。何しよう、何食ったん、何、え、食ったん、なんか。どうせ何も考えないんでしょ、知ってるよ。この台を見つめたまま食っただけだったわ。あ、そんなに来てないわ、思ったより。全然遠出しなかった。これ最初ここでしょ、ほら。この奥に来れるんだね。ゲリあるよ。ゲリ？あ、ベリーか。ゲリあるよ。あ、あ、ベリー登録しようっと。あ、無理でも登録してた俺。おい、来たぜ。これあ、早い、今回。おい。いや、二人楽だな。これ、8人、10人できたらやばいんじゃん。これ、モンスターすぐ死ぬやん。これ、切ろうか。早っ。なんか来てるよ、後ろ。はい、ナイス。なんでわかるの、死んだところって。俺ドクロマークないよ。死んだ人は見えるんか、自分がダウンしたところで荷物取りに行けるようになるんかな。これジャンプ意味あるのかな。これ登れるんかな、ちゃんと斜めに。お、え、すごっ。あ、登っても意味はないと。拠点作ろうぜ、拠点。川欲しいね、川。釣りもできるでしょ、どうせ。そうしたら食べ物に困らんわ。ずったんやん、ずったん。ずっと探索。うわ、濃い、ここ結構ベリーいっぱいあるな。そんなに困らないやな。ね、どこおる。キノコいただきます。これ木、え、ここすごいでかいね、なんかね、えやばいな、ここもみもみやばいな、ここ張り詰めた指の物のけ姫見たくなってきた。フェレアさんね、物のけ姫見たことないんですよ、皆さん。実は誰も勝てんやろ、誰か見てるって。今まで金曜ロードショーでいっぱいやってきて。あ、白い花ゲッチュー、人参の種子種。これ、え、畑耕すこともできるの、もしかして。おい、めっちゃ奥に行った。野生児。何これ、丸太か。
これ木変わったんかな。松になった。松重っ重っ。やばいなここ木。むじゃ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 。ミラさんやっけそれ。ヨネ違うな。ヨネはヨネズさんや。木やば。うっと。なんかある。やば。やっちゃおうぜ。逃げんな逃げんな。やっちゃおうや逃げんな。灰色のドワーフなんこいつら。ドワーフなん。やばい逃げて逃げて死ぬ死ぬ。逃げて逃げて死ぬ。逃げて。フェザー逃げて。死ぬから石なんかできた。拠点逃げて。俺多分し大丈夫かな。俺 HP どんぐらい。追われてる追われてる追われてる。俺ダッシュするねもうずっと。あなんか光の層。逃げろ逃げろ。まだおるまだおる。え、これ罠とか作れる。罠誘い込んで一気にやりたいんだけど。まだ来る。やばいやばいやばい。デイングリード2じゃねえんだから。重い重い重い。やばい。デイングリード2じゃねえんだから。これはまだ来てるまだ来てるよ。石投げる音聞こえるもん。どうしたらいい。わかんない。どうしたらいいこれ。え、あ、来なくなった。ああ、じゃあここまでにしようか放送は。皆さん皆さん、敵ひみ読んでから笑う。皆さん、はい、何してるか分かんないけど我を挑む奴は皆灰色ドワーフに気をつけよ。闇に、さっきの奴らだ。闇に潜む小人ども、魂なきかの者ども、奴らは腐った土と雨の中より生まれた。これ何、炙る土の中から竹のように生えてくる。その下の上にも両目の奥にも虚無の実があり、恐れを知らぬ者もなお彼奴らを恐るべし。恐れた。ずっと来るもん。人殺しや大罪人の魂が地の下にて腐ると、それはうつろな情、え、うつろな毛包を作り、農法かな、石や木や海苔、苔、苔かを引き寄せる。そしてデータンを集めてその肉とし、足を編んで骨とし、ボロをまとって皮膚とするのだ。歩けざる者でありながら夜来たれば奴らは歩く。これよいものよ、剣を帯びている時に奴らを見たなら突き刺して亡き者とせよ。もしくは、あ、松明を使ったらいいんだ。なるほどね。オッケー、よし。15。皆さんありがとうございました。ちょっとこの辺で終わりますね。じゃあ押すな。皆さんありがとうございました。いやー、アッシュパイセンさんこんばんはです。お疲れ様です。じゃあ皆さんこの辺で終わりますね。はい、オッツありがとうございました。ヤロラさん100ビッツ、あー、ありがとうな。皆さんまた明日会いましょう。はい、川がある、川があった。拠点ここやろ。また事件、もうここ拠点できてるよ多分。次、あ、濡れた。すげえ、かわ、うわうわ、ケツから毛が出てる。青鬼、トロル、青鬼やん、やば。フェアさん、ちょっと逃げて、俺のアイテム取っとってね、後で。死んだ。俺のアイテム取っとって。頼んだ。で、俺回避できるかなと思ったんだよ。死ぬ詰めなかったんだよ。いけそう？マジで？まあじゃあまた取りに行ったらいいか。じゃあ
うん、また取りに行くわ。フェラさん一人じゃ無理そうなんで。追われてる？オッケー。よし、じゃあ皆さんお疲れ様でした。チャンネル登録お願いします。はい。